俺の声変えられないのかな、いろんなベヨネッタが聞きたい。はい、どうも皆さんごきげんよう、セブンと申します。それではね、ベヨネッタ2、前回の続きからやっていきたいと思います。前回、魔界を進んでいって、ローダンもなんか助けに来たみたいな感じだったんですが、ジャンヌのタイムリミットがあともうわずかということで、おそらくこれでジャンの助かるか助からないかのところなのでやっていきたいと思います。さあ、チャプター11ですね、魔界統治者。これ不思議だな、こんなぐちょぐちょなのに読めるんだこの字さあやっていきましょう。さあ、てかローダンがね、前回めっちゃ強かったから、あいつが全部やってくれよマジで。さあ来た、この気配、人間か、生身の人間がなぜこんなところにいる。悪魔が喋ったの初めてじゃない？友達？ああ、あの魔女か。あれならもう食った。もっとゆっくり喋った方がいいか？俺が。ちょっとだいぶそのコミュニケーション取れてない。息が良くて。しばらくは何も食う必要がないほど上質な魂だった。あ、ちょうどいいね今ので。され人間よ。あ、ちょっと早いな急に。あ、もっともこの魔界から二度と出られることはあるまいがな。マダムバタフライ、やば。この宮殿がなくなったらどうなるのかしら。待て、まさか貴様も魔女か。お前が契約を結んでるその悪魔、マダムバタフライ。探したぞマダムバタフライ。貴様への恨みは千年経っても決して忘れはしない。何、どうした、え、何、おい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 、そんな悪魔側の恨みやん、そんなこっち関係ないんですけど。さあ、マダムバタフライに負けたってこと？あ、なんか似てんな。今日今日アルラウネ、アルラウネさん、貴様を首に殺す日をどれだけ思い描いたことか。貴様だけは何があってもこの我が始末してくれる。楽しくなりそうね。あんた本当に何をしたの？何をしたんだ、マダム。あ、ちょっと、いや、なんか攻撃方法がやっぱ魔女と近しいか。よしよし、ジャンヌを食ったとか抜かしてたので。いや怖い、なんだ、あ、なんじゃその攻撃は。なんじゃその攻撃は。ちょっと待って、離れて。いや強い、いや強い強い強い、そのムチ、そのムチ強い。よし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 、はい。体力もね、まあバカみたいに増えてるので、もうまあそんなに負けることないでしょうって言ったら、あ、君も避ける。あ、避けられた、はい。避けられてんな、なんか。おい、なんかあれだわ、謎の方法で回避されてる。いやー、つい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 、まず これらは壊しとこう、とりあえずなんか壊そう。よし、さあさあ、アンブランクライマックス。あー、ちょ、避けるなよそれを。よしよしよし、はい、よしよしよし、あー強い、それ避けたつもり、避けたつもり。よし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 、そういえばね、このゲームの根幹であるコンボをつなぐっていうのをね、ちょっと意識できるようになってきて最近。うん、だからあれなんだよね、だから上手くなってんだよね純粋に。はい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 、
回避を挟んでもねコンボをつなぐ方法みたいのがあって、それができるようになりましたね。よし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 、それなんかマジで強い攻撃避けられちゃうんだけど、よしよし、あー強い、あやばいやばいやばい、負ける負ける、いや強い、なんじゃその攻撃、あやべ、ま、負ける、ちょっと待ってちょっと待って、回復しよう回復しよう、ああるやん、オッケー、よしよしよし、なんじゃこの植物を倒して、よしよしよし、さあこのアンブランクライマックスで終わりですよん、よし、オッケー、勝った。勝ち。舐めやがって、クソ甘げ、口悪っ。え、巨大化？そんな戦隊ヒーローの最後みたいなことすんの？だこっちもね、まあ、でっかい悪魔いるからね。え、違う、なんか違う。思った巨大化じゃない。思ってた巨大化じゃないんだが。品のいいじゃれやおしまいだ、泣きに泣きを入れたら許してやろうかと思ったが、こうなったら息のね止めてやる。俺とお前の息が合ってないのよ、まず。ジャンヌ、お、ジャンヌ、あとちょっとで溶けちゃう。ああ、次から次へと力がみなぐってくる。最高の魂を食ったおかげで最高に気分がいいよ。今ならこの魔界の女王にもなれそうだ。なん、なん、急にどういう誘惑？ジャンヌは助けたいんですよね。ベヨネッちゃん的には。なんじゃその。はいはい。ちょ、武器変えるか。よしよしよし。よしよしよし、オッケー。なんじゃ。アンブランクライマックス、ちょっと温存する？温存する意味ないか。多分この後の戦いとかないもんな。はい。はい。よし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 、なんだ、なんかボタンのあれがあるぞ多分。 X、 お、開いた。あ、これを繰り返していく。避けて、よしよしよし、いった、あ、死んじゃった。よし、アンブランクライマックスでゴリ寄せゴリ寄せゴリ寄せ、体力がもうねないです。ちょっと待って、回復アイテム作るか。回復アイテム作れるはず。よしよし、作れないわ。あー、なんだー、おい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 、そんなズルするなよお前、まだ俺が喋ってる途中じゃないか。死んだ、そう死ぬわ。もう難しいよ君。なんだ、お、来た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 、よし、さらに開けて、な、な、なんじゃなんじゃなんじゃ、よし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 、さあ最後のアンブランクライマックスでーす。はいはい、これでもう完全に終わり。お、よし、ゲット。ちょっとおい、
え、で結局お前何されたんだマダムバタフライに。何？冷静にと言っただろう。それにこんなやつを相手にしている時間がある。ジャンヌ、ジャンヌ起きて、遅刻するわよ。ジャンヌ、時間よ、起きなさい。お願いジャンヌ、目を覚まして。来た、間に合った。ジャンヌ、セレッサ、おはようのキスが必要かしら。強がるね、ベオネッタ。まったく、寝起きの悪さは相変わらずね。ここは一体、セレッサ、まさか私を助けるために。無茶なこと。私のセリフよ。よし、助かった。おい、じゃあ帰るべ。ロキとか、まあ、いなくなっちゃったけど、まあ、しゃあないかな。これは何、自動帰宅システム？どういうこと？あとはゆっくり休んでいって。セレサ、気をつけろ。何かが、世界に何かが起きようとしている。心配はいいから、寄り道しないで帰るのよ。リデミとして帰りましたね。ストンジマのところだったぜ。こいつは俺の芸術品が泣いて欲しがるわけだぜ。欲しそうだ、たっぷりくらいな。何をする？やめろ！やめろ！死にたくない！お、こいつも武器にする？え、こいつも武器にする？もしかしてお前。来た！まったく、ロマンティックなシーンが台無しだわ。なかなかいい色艶が出たぞ。威力の方は、まあ、説明する必要もねえがな。なんだ？もう戦ってんのかお前、ここでもお前らだ。一回出ようぜ。もう召喚とかじゃなくて、いる。持っていきな。出来たてほやほやで息がいいぜ。よし、終わりました。もう当面の目標終わったし、もうオッケーじゃない？よっしゃ、ジャンヌが助かりました、よかった。ここでさ、なぜジャンヌが一回やられてっていうか、その、あ、よ、お、よしよし、武器これ装備しよう。なぜね、ゴモラを召喚したら失敗してしまったのかとかが、ここあたりからやっと分かるようになってくるってことだよね。そういうこと。よし、じゃあね、今日この辺で終わりにしたいと思います。次回ね、ルーメンの賢者ね、まったりやっていきたいと思いますので、よかったら見てってください。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。